第7号、佐藤にとっての、まあ、3試合ぶりのホームランはまたしてもこの菅野からの一発、大きな大きな先制アーチとなりました。ピッチャー青柳がチャンスを作り、そして今日は3番に入っている佐藤、トラベタルを授与されてどうだと言わんばかりのその表情です。いや村田さん、いかがですか。いや、あの佐藤君うまく打ったですよ。うまく打ったですけども、巨人サイドから見ると、あの大城君の構えを見るとボール投げて、これはあのキャッチャー目線ですかね、はい、3D を、あ、もしチャンスがあれば、はい、新緑の季節、この反撃の季節となるのかどうか。この一振りです。バッターから言うとうまく打ったですよね。うまく打った、まあ、切れずにね、